俺いろんなことやっとるけどね、こんなことしてる人いないけどね、まあ100万人一人やけどね、なんていうかな、いろんなこう勉強して知識つけるでしょ。例えばアフリエイトでなんか教材買いたいとかね。でシリウスも2万7000円でイフォトブ買ったんやけど、それ一回入れたけど転送できなかった。まあそういう失敗もあるけども、それをずっとやっていったら本当に稼げるんやけども、だから何を言いたいかというと、お金ね、俺ね、なぜこんなことをしやしたかというと、ぼちぼち年金が3万5千円でね、来月7万6千万ですわ。8月15日に。それで今月の終わりに、オーナーに、5千借りとんですわ。だから2万9千入るから2万5千あるんでしょ、月末に7月の31日。それで8月にやるから、携帯も取れるしね、パソコンも買えるしね。だからこんなことしてんです。という、それとね、そういう時期に来てんですわ。なめも言うけど。ほいでね、俺悪いけどね、こんなことしてるでしょ。ほいで、天下茶屋でね、昔は座り込みしてね、パソコンまでやっとったらね、そしたらね、女の子を二人引っ掛けましたわ。一人、一回目こう来てね、何してんですか言うからね、じゃあ仕事で言って、まあ、向こう行ってたら言わんけどね。ほいで一回目ね、二回目されてあかんなと思ってね、二回目来て、ほいで、かわいこちゃん来て喋ってね、その子に吉野家とおごってもらって、彼氏おったからね、ダメ。ほいで、もう一人はね、なんか困ったことありませんかとか、何してますかタバコ銭がないとか言ってね。で、タバコ100台、100円借りた。だからね、わしの師匠のこと奇妙やからね、ほいでね、だいぶ道具揃った。で、これもそうやし、これ自分でつけたんですよ。で、近所のね、ほいで生活もね、オーナーから1000円借りてね、